こんにちは、吉田さん。人生は壮大な暇つぶし。これはね、ひろゆきさんって方も言ってらっしゃったんですけども、まあ、そんなところあるかなと思います。生きる目的、目標、夢、意義、こういうのは生まれながら、育ちながら、生きていきながら自分で考えて、そしてそこに向かって、それが実際にそうだったのかそうじゃないのかってことをわからないまま、何かを達成したつもりになったり、何かに挫折したつもりになったりするわけなんですよね。まあ、全ては幻想であるファンタジーかなと思うんですけども、やっぱりこの辺はね、例の怪獣を描いている福本先生の、漫画家の福本先生のその天っていう漫画のラストシーンにあるんじゃないかなと思うんですよ。これ天っていう漫画の大筋っていうのは、麻雀のギャンブル、これの覇権争いなんですよね。で、いろんな猛者と全国で戦いながら、主人公は天っていう人なんですけども、実はね、脇役の赤木っていうのがなんかえらいキャラクターが濃いんですよね。で、ラストシーンっていうのは赤木がどう死んでいくかっていうことに終始してるんですよ。私がちょっと記憶してるところ、最終巻18巻なんですけども、16巻、17巻、18巻、この3巻にわたってですね、この赤木がどう死んでいくか、どう自分の尊厳を守っていくかっていうことに終始してるんですよ。まあ、ちょっとだけお話ししますと、この赤木っていうのは本当にね、どこでも百戦錬磨で勝ち残ってきて、むちゃくちゃな人生を中学生の頃からね、ギャンブルの世界で生きてきて、全てを打ち負かしていくんですけども、人生の最後に自分はアルツハイマーにかかった、これからどんどん脳が侵されていって俺じゃなくなってくると、別の人間に入れ替わっていくから、その前に死んでしまいたいということで、まあ、自殺の用意をするんですよね。で、新聞に広告を出して、まあ、今までね、いろんな人に知り合ってきたんで、最後に別れの挨拶をするんだみたいなことでやるんですけども、みんなが必死で止めるんですよね。生きていればいいじゃないかとかね、最後にやり残すことないのかって。違うと、人間は死んで完成するんだ、だからこれから自分はそこに向かっていくみたいなことを言うんですよね。私はそう受け取ったんですよ。プラス、これから脳が侵されていく中で、俺っていう人間が俺ですらなくなるんだったら、それはすでに生きてるって言えるのかって感じなんですね。だから自分っていう人間は人生の不条理ね、こういったものを抱きながら、それとともに、まあ、終えていくんだよってことを言うんですよね。私のね、人生観かなり大きくそこで揺さぶれるわけなんですよ。まあ、確かに、生きる死ぬっていうのはなかなかね、難しい問題ですけども、実際に自分の側があれば生きてるってことになるのか、そこに自分の意識がなくても別の人格が入れ替わっても、それは俺だっているのか自分自身でいるのかってことですよね。で、私が思うのは、まあ、一本気にね、自分という人間を自分が自覚していながら、自分でコントロールできていてこその自分の人生だと思うんですよ。その意識が入れ替わってしまって、何かの病で自分の意識すら自分でコントロールできなくなってしまうとか、自分の、手足すら動かなくなってしまう、いろんな問題がありますけども、そこをどこで線を引くかっていうところで、その赤木っていうね、その脇役でありながら主人公並みの異彩を放つ天才赤木は、最後に私たちに問いかけてくれたんですよ。生きるっていうのは何なんだろうなと、死ぬっていうのは何なんだろうなと。そしてこれもよく聞く名言ですけども、人間は死ぬ時に死ぬわけじゃないと、人々に忘れられた時に死ぬんだっていうんですよ。確かに今生きてる人でも全然意識しなかったり会わなかったりしてる人もいますよね。じゃあその人は実際生物としては生きてるけども、自分の暮らしの中でその人はどう生きてるのかなっていうふうに問いかけるところと、あとね、自分の身近な人が死んでしまった時に、私はよく感じるんですけども、死んでしまった時の方がその人とよく語り合ってるような気がするよっていうふうに聞くこともあるんですよ。そう考えると、例えば自分のね、身内の方が何かの形で亡くなった時に、その人は心の中に永遠に生き続けるっていうところがあるのかなとかね、生きてる人がその人を忘れない限り生きてるのかなと思っちゃうわけですよ。で、ここで、まとめに入りますけども、まあ、私の人生をね、覚えてる人ってのはそんなにいないと思うんですよ。私がこれから人生終わるとしてもね。で、その中で YouTube ってものに私の人生が入れ替わってるんじゃないかなと思いますね。で、おそらく私は人生、例えば80年生きるとして80年分の時間を過ごすわけなんですよね。でも、もしかして YouTube の再生時間は私の80年分を超えるかもしれないんですよ。そうなったらどっちが人生の本題なのかなっていうふうに思うところもあるんですよね。どうなんですかね、こういうふうな人生の問いかけっていうのは答えの出ない問題だと思いますけども、だからこそ、その死の最後の瞬間までね、
少しだけ意識していきたいなと思います。で、私が考えているのは今日だけが真実であり、過去ももう時間ではないと、過去も生きていないと、未来もまだ訪れていない、過去にこだわらず未来に恐れず、まあ今を生きようっていう締めになりますかね。今を生きよう。いってらっしゃい。